もう3秒です。遅いでしょ。サボるでしょ。早く帰る。もう3秒だったんですよ。で、言い出しっぺだしみたいなね。今入りました。もう入りましたですか。もう放送入りましたけど。今ちょっとチェックをするのと、シェアをしないといけないので。先週ちょっと。もう始まっとるの？始まっとるんですよ。そんなおしっこなんか言ってる場合じゃないですよ。しょうがないじゃん、今話しとったもんね。もうこれだから年寄りが困るよねみたいな。年寄りよく言った。まあ、何を お兄さんなんて言っとる間にはですよ。あ、そうなの。じゃあ最初から行くのはね、何の話？まだ何もしないです。何の話もないですよ。今彦沢さんのルジ言ってたんですよ。なんだそれ。遅い。意味わからんし。遅い。早く帰る。なもう始まっとるんだけど。時間見てください。もう10時1分ですよ。1分過ぎてるんですよ、ちっこいくもんね。ああ、そうなの。すいません。そうそうそう、はい。じゃあ始まりました。ちゃんとシェアしてくださいだけ。あ、そうか。始まりましたじゃないですか。どうやってシェアするんですか。これね、まず桜井さんのところ行って私も彦坂さんブロックしてますもんね。なんでブロック意味がわからんし。なんですか、ね、意味がわからん。いいアイデアですね。桜井さんのところ行って桜井さんのところ、うん、そうしてもライブが始まっとるもんで、これを始まってる始まってる、これをシェアして、はい、ありがとうございます。これをシェアすればいいですか、うん、シェアっていうボタンが出てくるでしょ。それで自分のとこ行って確認する。それで入っとれば、うん、今入っとるね。はい、OK。OK ですか、うん、あ、入ってる入ってる、うん、あ、そういうことなんですね、うん、簡単簡単。これってたまに私見てるのって、うん、コメントしなくても見てるっていうのは分かるんですか。一応あのね、うん、一応お友達はね、表情出るんですよ。あ、そうそうそう。ただあのメッセージがない人はチラ見の人もいるもんで、名前呼ばないんです。ああ、そういうことっていうふうにしてないとコメントが入った場合はね、びっくりする。この前遊びに行くよって言ったら彦坂が来んなって言うから、うんうん、じゃあやります。来んなって、そんなひどいこと言って、メッセージ入れていただければあの名前を呼ぶんですけどね。ああ、そういうことね。もその時にはね、女性がゲストだったんでね。ああ、そういうことね。やっぱり女性が強いですね。あとで星名さんが来とったのかな。また言っちゃう。もう言っててこれだもんな。違う、これ持ちいいと思って行こうと思って、今日いくらだろうかね、これ3万円かね、30万かね。それはあの後でお勘定頼むから、まあ、後から神の声が聞こえてくるんでね。そうそうそう、もうちょっと早かったら怒ってたんですけどね。あ、なんだよ、もっと早くないかな。ちょっとね、まあタイトルも何も言ってない。ちょっと待って。じゃあすいません、ついにまた木曜日になっちゃいました。ムロカフェでナイト始まります、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、今日も、ムロカフェさんですね、うん、ムロの戸上、うん、で場所をお借りして放送させていただきます、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほいじゃあ今日はね、まあいろいろゲストがたくさんいらしてるんですけど、もう今日いきなしおるよね。なんかどっかで見たことあるような気がするんだけど、そう、あのメインを狙ってるみたいですね。ああ、そう、やばいですねこれ。来週はゲストで来てもらうかもしれない。俺ゲストか。よろしくお願いします。あのポーラの本田さんです。よろしくお願いします。いつもお世話になってます。今日皆さんのシャツが信号機みたいな。信号機ね、赤青黄、そうですね、赤青黄、並びが違う。そうですね、並びが違うだけで、今日なんかね、これ黄色いの着ていくとなんか金運が上がるってね、うん、言われたもんね。まだ稼ぐんですか。いや、稼ぐったってそんな稼いでないんだけど、なんか金運が上がるから黄色いのを着ろって言ってね、うん、言われて。あ、星田さん、うん、あれ星田さん来るんじゃないの。星田さん、こんばんは。こんばんは。うん、で、今日はね、あの、まあ、もちろん本田さんも今日来てるんだけど、あの、また美女が新しい、今日出るって聞いてませんけど大丈夫ですか。新しい、だってもう衣装着てるもん、ま、だってでも気合い入って衣装着てるもん。今出演交渉中で今晩中にどっかのロケみたいじゃないですか。また美女が来てるみたいで、まあとちょっとお楽しみね。女性が来るとすぐ顔がこうほころんじゃってもダメですね。本当にもう素直に出ちゃうで言いませんね。素直にだって、ね、本当に。さあ、ほじゃ、本田さん、はい、今日は何しに来たんですか。遊びに来たあ、遊びに来たのね。あ、そうか、この間俺断っちゃったもんね。そう今度もいいよ、みたいな。最近、この間あの、ね、イベントでもちょっと来てもらって、あ、遊びさんのイベント行って、うん、はい、来てもらってね、いろいろ食べたり飲んだり、すごかったですよね、はい、うん、賑やかったしね、賑やかでしたね、うん、で、
まあ、あのいずれね、またこの番組でもちょっと紹介するんですけど、12月にこれありますよね、ビッグイベント、ね、ありますね、うん、あのシニアフェスティバル、初代委員長じゃないですか。あ、初代ね、初代ね、あの時はね、まあなんか惰性でやらせていただきましたけど、惰性がいいですよ。私ほとんど何もやんでもありましたから、全部やってくれただけの話でね、もうすぐサボるもんですから、まあ、それはいいんですけど、あの12月にもね、ビッグイベントがちょっと待っておりますんで、はい、おいおいとこの番組でね、あの紹介していきますので、うん、あの出展者の方もね、今どうですか、まだこれ募集、もうまだまだ7月、第一次募集が7月末、もうこれ 早いもの方がいいですよね。今回はもうかなりね、企画をね、はい、練っておりますんで、はい、もう目標もかなり、まあまあおかげさまで5周年ですので ね、 そうね、5周年記念イベントということで、そういうことです、一区切りですよね、はい、大事なイベントになりますね、うん、そういうことです。ですからね、今回はもうちょっと気合が入ってて、はい、内容もかなりね、もう全然今までとはちょっと違うような、ね、内容でこう考えておりますんでね、うんうん、で、実行委員長は本田さんですので、よろしくお願いいたします、うん、2年顧問ですよ。顧問。本田さん。一応ペーパーですけど、はいはい、星名さんが主人と見てますよ。ええ、あのね、ああ、星名さんのイケメン、イケメンご主人さん、ね、一度もね、見せてくれないんですよ、星名さん。あれ去年のアクティブシーンに来てくれましたよ。あ、そうなの、星名さん。あ、俺見てなかった。うん、なんか、豊橋では5本の指に入るイケメンなんだって。僕は何本目に入ってた。いや、それは分かんない。こっち聞いてみましょうか。聞いてみましょうか。生で聞くですか。生で。意見どんどん言っていただいてね。マジで怒っちゃうもんね。バンドのメンバーらしくて。何ちゅうバンドだったっけ、うん、エクリプス、うん、横文字ちょっと弱いもんね、もうちょっと、うん、その前には明治流横文字使ってますね。あ、あれね、あれ一応もカタカナで書いたんで、カタカナで、うん、あの方が画数がいい、名刺今度見せてもらって、あ、まとまらないと、うん、あ、そうそう、あの画数があれの方がいいって言われてね、で、まああれにしたんですけど、はい、あの星名さんの、ね、旦那さんも一回ちょっと出てもらいたいですね。まあ、豊橋の5本に指に入るイケメンって言ったら視聴率バッてくるでしょ。3万人ぐらいすぐ行っちゃうでしょ、きっと。どうでしょうね、YouTube で。男性ファンが多いもんで、どうなんでしょう。男はちょっとわからないですけど、女性ファンの場所だよ。またぜひね、あの星名さんの旦那さんもね、一度ここへちょっと出ていただいて。そうですね。うん、あのバンドの話してくれればいいんですよね。全然、うん、どんなバンドでどんな歌を歌ってて、どんなとこでやるんだよっていうお話をぜひここでねしていただいて、全然結構ですからね、お待ちしております。今から来るんじゃないですか。あ、今支度してますかね、きっと。そう、うん、旦那さんと同級生高校が一緒なんです。あ、高校が一緒なんだ。高校が一緒で、うん、某大学校で一緒に旅行に行ってるんですよ。ああ、そうなんですか。泊まりで行って同じ部屋で、あ、そうなんですか。その当時からなんかバンドやってたんですか。その当時はバンドしてないと思いますよ。あ、バンドしてない。あ、本田さんが水泳部だったんですよ。私は弓道部。あ、弓道部か。あのなんかイケメンで映ってる、あれは中学校、イケメン、幻のイケメンの、あれは中学校中学校が水泳部で、高校は弓道部なんです、うん、あ、弓道部なのね。あ、そうか。弓道部の写真たまにまた上げてください。弓道部の写真も上げれますよ。こうもやわ、こうヒートとかね。あ、そうですね。うん、それちょ時々ちょっと上げてください。誰これ、みんなコメント入ります。誰がいいじゃん。今でも私今肉体改造中ですからね。いや、あんまり説得力ないんですけど。説得力ないですけど、大丈夫ですか。泳いでるんですよ、また。泳いでるの。豊川で。豊川じゃない、漏れやすい。漏れやすいか。漏れやすいか。今日泳いできた。今日だから泳いできた。お腹がつかない。ダイエット中で。あ、そう。そう漏れやすいも今綺麗になってますから。あ、綺麗になってもね。そうか、夜な夜な野球橋を渡って、うん、無料室に降りて、そこからこう、うん、逆走してきて。あ、そうなの。ちょっと濡れてるんですよ。本当かね。本当かね、それは僕もよくわからんけども、さっき奴隷で乾かしたんだった。あ、そう、はい、で、どう。ここなんか室カフェさんのとこなんか、私室の出身ですからね。庭ですよ。あ、まあ庭ですよね、はい、うん、あっちの坂津、戸上、ここ戸上だよ。ここだけは戸上。あ、ここ坂津か。ここだけとかも。ここだけと。あ、そうなの。あの昔からの区画整理で離れ小島になってるの。そうなんです。ここで昔用水の向こうが今室戸上町。
あ、そう。こっちはここだけ室町戸上。うん。これじゃ元は住んでたの？ここあの、うん、とあの室町八王子というところ。あ、八王子に住んでたの。もうすぐそこじゃないですか。もうそこですよ。ね。うん、だからここはもともと先日ランチご馳走になった時に、うんうん、ここの話をしたんですけど、はいはい、ここね共同湯だったんです。共同湯風呂屋が町内の町内が運営する、ね、なんとなくうっすら、いや知らねえそんな昔の話は知らない知らない結構ねやってましたよ。あ、そう、私は入ったことないですけども、うん、あの覚えてるぐらいの時まで運営してて、今各町内ね昔はあの銭湯あったんですよね、うん、あったのもうだいぶやめちゃって大きなこうね、うん、あの専用にこうなってるっていうのが多いんですけど、まだほいでも豊橋市内いくつかは残ってるんでしょうねきっと。私今住んでる駒形町も10年ぐらい前までありましたよ、うん、あ、そうなんですか。あの町内の人がねあれ 木をくべるんですよ。木ですか。薪でその担当が決まってて、担当が。でも今区画整理やってあの公民館も新しくなっちゃったんで、うん、なくなったんですけどね。あ、そうなんですか。うーん、それはあれですよね。まあそんなわけでね、あのポーラさんも今まあお仕事の方も絶好調で、ね、ありがとうございます、うん、で今ダイエット中で、ダイエット中いつ頃なんか目標あるんですか。いつ頃までにこのぐらいで、アクティブシニアまでにはペラペラになる、うん、ペラ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 ってどういう意味ですか。だからもう横向いたらこう消えちゃうみたいな、消えちゃう、一旦もめみたいな感じ一旦もめ飛んでくのか、ね、だから正面で見ると僕なんですけど、もう正面は僕なんだけど正面変わらないんですか。正面は変わらないんだけどこう横向いたらこうどんな線になる。横幅は変わらんってこと。横幅は変わらない横幅は変わらないと。よく分からんけど、まあともかくアクティブシニアまでにはどうもペラペラになるそうですから、まあ皆さんね、ちょっと探してみてください。探せないかもしれないね、おじゃん。見えねえよね。正面向いた時だけ見える。あのだから、アクティブシニアで、ね、フェニックスさんも来られるんですけど、ちょっと残念ながらね、試合が重なってたんで、うん、パネル、うん、あんなパネルみたいな。これいっぱいいる。そうそう、パネルと同じ。フェニックス選手のパネルのところに僕が立ってる。実物が立ってるんだけど、こう横見るとパネルじゃねえかっていう。パネルじゃないでしょ、本当に。本当かな、おい、うん。まあ、それは楽しみにしてますわ。うん、おじゃ、今、豊川じゃない、放水路で泳いで、それから食べるもんも気をつけてるんですか。食べるもん気をつけてます。もうタンポポで団子10本とか食べないですよね。団子10本は やりますよ、ちょっと記録やるの、記録中何の記録持ってるんですか団子、団子12本ぐらいいこうかな。12本なんかちょっと話がギャップがあるんだけどまあいいっすわ。じゃあ、だからカロリーを取ってもカロリーを消化すればいいわけですから。ああ、じゃあそれ放水路で泳いで。そうじゃあそこ泳いで大丈夫かねまずいと思うけど大丈夫ですよね、綺麗なもんですよね。綺麗ですよ、うん、ああ、綺麗なんだね。とりあえずコメントが、うん、コメントね、うん、誰来てます。コメント出ますね。橋本さんがこんばんは。ああ、こんばんは。ジュンジュさんがお疲れ様です。お疲れになっております。石山さんが今日も頑張ってくださいね。ありがとうございます。石山さんも寝ちゃうんでしょ。おやすみなさいってすぐ言うから品がなくなってるもんね、ダメなんですよ。付き合ってくれなかった本田さんでちょっと品を取りました。そう桜井さんが呼ばれてちょっと品が下がってるんで、お上品な番組にしたいと、うんそしたらもうペラペラの話ですよ。そんなことはないと思うけどね。まあ、お上品な番組だったらじゃあ僕でしょうという。もう鼻の下しか伸ばさないもんですから。なんか人選が間違ってるんですね。まあいいっすか。じゃあ私はそうか。あのゲストも。あれ肝心のあれはしたんですかね。でお話は。肝心の話って。あ、よかったですか。あのね。うん。資料これじゃない。どこにはないと思います。え、これ。これ実はですね、あの前回ビスケットの森。はい、やっていただいたんですが、あの実はですね、うん、あのポーラも協賛をさせていただいてまして、今回ポーラさんもあれですか。そういうことね、はい、これは16日ですね。今度の海の日ですね、はい、16日、はい、あっちも良かったんですか。海岸の方は、海岸の方はいいですよ。これうちの宝物の3になってますね、はい、はい、ちょっとカゴの前スキンケアを100個、先着100人、100人、プレゼント、はい、プレゼント、太っ腹だね、おい。それはもう毎回してましたけどね、太っ腹は。まあ12月がペラペラになるぞ。そうそうそう
まあそういうわけで、はい、それじゃあイベントの方それでよかったですか。いいですよ。あとあのアクティブシニアの方もですね、うん、7月末一時募集締め切りということで、うんうん、今月中にはポスターですとかチラシのある程度の案が、うんうん、7月末までに出さないとポスターに載らない。あ、いえいえ、ということではない。それはないです、うん、正面だけ決まって、うん、後ろにはこう参加者、それはまだもうちょっと先なんですけど、とりあえずこんなコンセプト、こんなイメージでやりますよというチラシの正面だけは今月中にはできるのかなと。で、じゃあ申し込むときはどちらに連絡すればいいですか。申し込むときには、今ドスゴイブログさんですとか、まあ、Facebook でもアクティブシニア、うん、アクティブシニアフェスティバル2018と打っていただくと、うん、ドスゴイブログさんですとか、フェイスブックにつながりますので、うんうん、で、フェイスブックにも、ドスゴイブログさんにも、うん、今、すでにもう申し込んでいただいた方の PR もしておりますので、そこで申し込み、つむぎさんも、そういう申し込みフォームがあるわけですね。はい、そうです。そこから、まあね、自分に従って申し込みをして。今回ですね、あのフェニックスさんとも話が進んでおりますし、うん、昨年同様ミニ四駆、うん、で、今回は、走らせるだけではなく、うん、親子、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃん、うん、お父さんお母さんと、うん、子供さんたちで作って、うんうん、走らせる、作るっていうのは現場で、うん、現場で会場で、そうです、うん、ということも企画しておりますし、ね、うん、昨年同様トヨッキーも応援に駆けつけて、うん、横から見るペラペラのですね。で、お楽しみステージも、うん、今、うん、決まりつつあり、うん、ますし、うん、まあ、あのアクティブシニアということですので、うん、昭和をテーマにした、うん、ブースも作っています、うん、ね、うん、はい、今回はね、ちょっとで今回キッチンカーにもちょっといろいろとご協力を、うん、はい、うん、で、まあ、平均すると2000人ぐらい来て、うん、2000人を超えるお客様に支えられていたんですけど、うん、今回はですね、うん、まあ、いろんな部分でチラシを工夫し、うん、配り方も工夫し、うん、5周年記念イベントということで、3000人、3000人を目指そうということで、うん、まあ、いろいろな工夫をして、うん、はい、今回は楽しみですよ。今回もです。今回もです。もさらにパワーアップして、そうです、もうさらにパワーアップして、新しい企画、新しい企画で中入ってますからね。今回はバッチリですよ。そうですね、まあ、本当にね、さっき言ったら力が抜けちゃうんですけど、1回から4回まで来ていただいた方には、うん、今年初めてなんですけど、うん、お礼のハガキとぜひご協力くださいというおハガキも出させていただいて、何名かの方はね、すぐ返事をいただいている方もいらっしゃいますので、うんうんうん、まあ、そうですよね、うん、で そこプラス新しいで、そのホームページだとかを見ていただいて参加したいという方も増えていますので、うんうん、はい、まだまだ体育館広いですのでね、そうですね、はい、うん、もうどんどんね募集しておりますので、まあ、一度もねこう出たことない方でもどんどんねやっぱり募集しておりますんでね、一遍ちょっとあの雰囲気を味わっていただきたいな。今回キャンピングカーが来ますね。あ、キャンピングカー、ね、キャンピングカーも来ますし、うん、電気自動車、うん、すごい電気自動車、うん、すごい電気自動車、すごい電気自動車、どういう電気自動車がすごいでしょうか。ちょっとね、スポーツカーのような、あ、そういうスポーツカー、うん、そうです、まあそんな具合でね、楽しみにしております、はい、はい、大丈夫ですか、彦坂さん、なんか、うん、彦坂さん顧問ですからね、そう、そう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 、なんか不安そうな顔がちょっと、いやいや、まだ全体がね、全体像がまだくっきりとしてこない間はね、うん、気を抜いちゃダメです。そりゃそうですね、もう常に前へ、うん、もういつも支えていただいて、いやいや、まあとんでもない、本当にね、本当とんでもないですよね。どういうとんでもないか意味わからんけど、まあそういうことでね、もう本当にね、過去にない、もう委員会の開催ももう多分過去、そうだね、今までの1回から4回を超えてるぐらい、この1年で超えてるぐらいの見学額、もういろんな、もう喧嘩はしませんけど、うん、殴り合い、もういいものを作り出そうというそうそうそうことでね、うん、本当にあの一人一人の委員会が真剣に取り組んでいますので、その熱意をね、出店者の方ですとか、そういうことです、はい、お客様に伝えられたらな、そうですね、まあ早く伝えていかないとね、そうそうそう、とりあえず日にちは12月2日です、2日、
とりあえずあの、うん、手帳とかねカレンダーにこう印を、うん、とりあえず入れてもらって、うんはい、あと情報をねこまめに見ていただいて、うん、で当日に来ていただくと、うん、もうあっという間にね日にちを過ぎてきますからね。そうですね、準備するのちょっと大変ですよね、やっぱり、ね、準備がね、ね、もう7月ですもんね。まあ、自分たちもね半分楽しみながら準備してますから、うん、みんな小坂さんなんかブース出されるんですよね、うん、私はねちょっとまだブースの状況を見てから、あ、うん、今ですね、そうそう、今年ねすごく画期的なのがですね、うん、A ブース B ブースを頼まれた市内の方、うん、まあ、市内の方限定なんですが、うん、プロカメラの彦坂さんがですね、うん、その現場に行って、うん、あ、なんか写真、そうそうそう、ご自分のフェイスブックですとか、うん、SNS に載せていただく写真をプレゼント、そうです、なんかフェイスブック上がってましたね、まあ、3カットから5カットですけど、うん、あの A ブース B ブースをもうね、あの注文いただいて出展されるということが決定した方に関しては、うん、あの物品販売の方は物品もありしますし、うん、まあ、お教室系をやってらっしゃる方はあの、まあ、顔の写っていい方でそれをもう全部あのフルサイズデータで、あとご自分で使えるようなものをそのまま差し上げます。その代わりこのシニアフェスティバルの方の宣伝にはその写真使ってくださいねというお約束のもとで、はい、コマーシャルこれでしたねみたいな、そういうことです、セットですね、セットです、もうイタリアで、あのその後の利用もいいんですよ、ね、もちろん二次利用 OK です、あのチラシであとねその写真を使おうが、あとネット上で自分で使おうが、うん、それも自由ですから、うん、それも全部差し上げちゃいます、お、はい、まあ、そんな特典も今回ついております。さすがあれですね、はい、プロカメラの違いますね、いやいや、まあ、とんでもない、まあ、そんな話だね、はい、それじゃあまあそんなことですいません、今日は突然忙しいでしょ、今から見回りに行くんでしょ、あ、そうです、見回り、見回りです、見回り、なんか怖いおじさんじゃなくて言わないですまた最初、あんたんぽこで団子食べるでしょどうせ、じゃあ今度の食べる時に言ってください、あの生中継に行きます、あー、いいですね、あの、やっぱり食べてますから、あの、カビちゃんと見せますから、これはもうまた夜行って、うん、こう、みたらし団子が12本並んでるとか、あ、そうそうそう、ちょっとそれアップしようかな、ね、時間制限あるんですか、時間制限、時間制限でみたらし団子だったら、うん、12本でしょ、12本だと3本ぐらい、3本ぐらいで食えるでしょ、3本ぐらい、本田さんが3本こうつまんかわって食べちゃいますから、本当ですか、3本ぐらいで食えますよね、みたらし団子でしょ、食えねえ食えねえ記録狙ってるの食べれますかね、大丈夫ですか、それ記録狙っとるの、え記録狙ってんだ、多分ね、今ね、多分8本なんですよ、あ、8本でお腹どうでした、いっぱいありました、じゃあ多分それね、だけどそれね、ちょっとね、記憶誤り、ラーメン食って、うん、ちょっと小腹空いてるから、タンポポさん、タンポポさん、みたらしラーメン食ったの、いや、最初多分ね、10本頼む、10本って言って、いや、ラーメン食って10本はあかんでしょって言うから、じゃあ8本にしときますって、あ、なるほどね、止められたで、おそらくだから非公式の記録は、うん、あのタンポポさんでみたらしを食べた非公式の、うん、ナンバーワンは僕なんです、ラーメン食べてね、なんで それはもう今度そのみんなが見てる、うん、フェイスブックにちゃんと12本ありますし、でそれをこう中継に伺いますよ、生で、まあ、ただタイムトライアルではないので、そうですね、急に弱気になりましたね今まあまあそれはね、うん、またじゃあそれもちょっと楽しみにしてください、それもあの、はい、うん、シニアのフェスティバルのコマーシャル兼ねて、はいはい、そうそうそう、食べるから来てねみたいな感じでいきましょうか、とても12月がペラペラになりそうな、まあ、とりあえず12本食べてもらって、はい、わかりました、はい、まあ、ごじゃそういうことで、ありがとうございました、お時間があったら、ね、ありがとうございます、いい、ありがとうございました、はい、じゃあどうもお疲れ様でした、はい、ありがとうございます、さあそれでね、それちょっとね、話は変わりますね、谷山さんから、うん、頑張ってるね、谷山さん来るんでしょう、今日今日自分自前で来てくださいって、うん、自前でちょっと、はい、自転車で来てください、うん、今日は大大御所の出演ですねあ、そうそう、大大御所ね、あの団子のおじさんそういう意味ですか、あれはい、一応さっき紹介ありましたね、ビスケットの森ですね、うん、2回目ってことですね、うん、豊川のプリエさん、プリエ、はい、違うとこ行ったんですよライバル会社ですよ、本当にもう、はい、で一応これあの JJ で頑張ってるクミさんもね、12時から歌うっていうのを一応の歌の方12時であ、この間紬でね来てくれて、そうですね、あの出るよ、出るよって、うん、そう、ポスターあの紬さんで今度やるもんで、うんうん、ちょうだいよって言ったら置いてあるとか言われて、ああそう、お忙しいのでちょっと声かけなかったんですけど、これクミさん乗ってないじゃん、
載ってない。まあ、歌うたはどこですからね。うん、ああ、それはこれに載らない。載ってないですね。うん、出展者は載ってますけどね。ああ、そうか。はい。これが。なんか新曲をね、また歌うそうで。その辺もちょっと聞いてないですけどね。聞いてたよ、ね。海の日だったかな、16日はね。うん、はい。そこの祝日ですね、月曜日になりますね。うん、はい、うん。ぜひ、うん、お願いします。彦塚さん来るのかな？いけ、何日だったっけ？16日。16日って祝日だね、月曜日ですけど。はい、でその前が、ジロランさんが7月の15日日曜日ですね。なんか16日ダメだ、浴衣の撮影があった。やっぱりエロい方にしちゃうよね。残念です。全然エロくないでしょ。意味わかんない。もう女性には勝てないがしょうがない。諦めた。仕事だと。分かってますって、そんなのみんな。優先順位は。いや優先とかじゃなくても入ってるから。はい、はい、そんなわけで、はい、いつかそっちは、はい、あといいかな、時間があと5分ぐらいしかないですけどね、うん、はい、普通の6秒ぐらい、うん、そうですね、一応本田さんと一緒に紹介しちゃったもんで、今日はここに続いて、あ、そうですね、あと1ヶ月前後のね、イベント、うん、もしチラシがある方ね、うん、この番組でよかったら紹介しますので、うん、室壁さんの方にチラシを持ってきていただいてね。うん、ああ、そういうことね、うん。これどこだっけ？これはね、チロランさんから私も勝手にもらってきたの。はい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 。来てねって誘われて行くんですか？それもう誘われた桜井さんは行かなきゃ、ね。いやいや、彦坂さんが行くもんでいいですって言ってきましたけど、ね。いや、ちょっと勝手に言っちゃダメです。勝手に言ったらダメ。はい。1ヶ月以内ですから、8月分ぐらいのね、うんうん、紹介を。うん、まあ、ちょっと厳しい厳選が彦坂さんしますので、するしないは厳選はしないです、持ってきてくれば全部彦坂さんの、ね、うん、判断にお任せして、いや判断って持ってきてくれば全部言いますよ、はい、コーヒー飲みながらでもモーニングね、うん、こちらちょっとお得のモーニングね、うん、まあまあまあ、そうですよね、食べながら、うん、そう、300円のモーニングマスターにちょっとチラシを貸してって言ってください、うん、その際に変な番組にちょっと紹介してもらっていいって言ってください。変な番組って何それ、はい、逆に紹介してほしくないけどしないでねって言ってくださいね、勝手に嫌う場合がありますので、はい、はい、じゃあまあ、いつかね、そっちは、はい、うん、で、これで、ですね、で 今度の日曜日、先週、うん、今週なのかな、ちょっと今週の日曜日、今週、来週、先週何を言ってるの、何を言ってるの、日曜日、8日でしたかね、この間、つむぎさんのイベントで、イベント、そうですね、うんうんうん、うん、先週雨の中っていう心配を、要するに全然雨じゃなくて、もうめちゃめちゃ暑い、夏みたいな、いい日になって、僕が晴れ男ですから、うん、でみんな思ってるんですけどね、皆さんって言うんだ、もうみんな晴れたら強いですよね、強いですよね、そう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 、もう嫌ですね、こういうの大人の事情がよく分かってる俺のおかげだみたいな、ね、あと午前中ちょっと雲が大きかったもんでね、ちょっと心配したんですけどね、でもね、まあ本当にね、人はもうすごくお客さん来てくれたしね、盛り上がったし、そうですね、暑いのが皆さんね、うん、そこで今日はね、実はまたつむぎさんのね、ニューフェイスっていうか、もうつむぎさんで最近はどうも配信されてるらしくて、彦坂さんの指示のもと、うん、いや、何にも指示してない、やれって言ったんでしょ、やれとは言ってないですけどやったらって、まあ、うん、やったらどうみたいな話だけちょっとしたら、毎日やれって、うん、ネーミングパクレとは言ってないんだけどまあ、あれでないとか、ナイトっていうのは実は夜って意味じゃないんですよね、うん、本当ね、あ、そうそう、違う、つむぎさんでないとダメだよっていうナイトですね、そういう意味のナイトですから、そうそう、だから時間帯はやっぱり夜ですけど、うん、そう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 、うん、まあ、そこら辺微妙なところがありますけど、うん、言いやすいようにね、で、最近ね、よくそのつむぎでナイトさんで出てるね、美女がいるんですよ、うん、美女、もちろん星名さんも美女なんですけど、うん、あんまり言うと喧嘩になりますごめんなさい、美女ってみんな私だと思ってないから、うん、あ、そっか、みんな思ってくれじゃないですか、みんなに美女って言ってますから、うん、ダメですよ、そんなでね、まあちょっとね、その方今日来ていただいて、多分、お名前なんでしょう、田中さん、田中、本人は出るつもりで来てなかったので、ちょっと今、心の準備がちょっといるみたいなんですけど、いや、だけどもだって衣装を着てるしさ、衣装着てないです、もう気合入ってますよ、しっかり化粧してるし、まだアルコールが入ってないとダメだと言ってました、いや、もう入ってます、十分入ってますエンジンかけてるみたいですちょっとこれじゃあ、まあ、多分ね、先だっての、イベントのちょっとお礼がてらね、きっと来てくれたと思うんですよ
うん、まあそんな具合でちょっとね、じゃあ紬の田中さん、はい、ね、はい、そのままカクテル持って、あ、持って、はい、ありがとうございます。持ってここへいらしてください。まあって歌のどうぞ。はい、失礼します。はい、すみません、ありがとうございます。今日はね、観客が、観客が多くてね、はい、一応2、300人いますね。そうですね、1人かける100ですか。ですね。で、この間ね、あの紬さんのね、はい、イベントでたくさんお客さん来ていただいて、はい、まずほいじゃあ紬さんの方からね、ちょっと簡単にですけど、はい、お礼だけ、まあ、はい、ちょっと皆さんに。なん出るつもりなかったんですけどね、はい、すみません、この前の7月8日、はい、日曜日ですね、はい、本当にあの大勢の方々にいらしていただいて、うん、それから大勢の方に、うん、出展していただいて、うん、本当に本当に皆さんのおかげで、うん、はい、うん、いいイベントになりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ね、どうもつむぎさんでは毎月、はい、イベントをされてるみたいで、まあ、今回はまあ周年の1年で一度まあちょっと大々的にやろうかっていうことであれしたんだけど、まあ、あれで終わりではなくて毎月やってるんですね。いや、毎月やってます。それはどこ見りゃ分かるんですか？一般の人も入れるんですか？そこら辺ちょっとお話ししてください。そうですね、Facebook の方にも確か、毎月告知の方をさせていただいてはいると思いますけれども、はい、第3、基本的には、第3日曜日ですね、第3の日曜日ね、はい、で毎月やられてるんですよ、ね、はい、で一般の方はそこへ、あ、もちろん一般の方対象で、はいはい、あ、そうなんですね、はい、何時から何時までやってるんですか？ね、いろいろ、大体10時から何時でしたっけ、14時14時までが今までやってたんですけれども、うんうんうん、まだそれは 毎月やってることなんですね、はい、そういうところの出店者云々 はどういうふうに、なんかあの事務長が決めてるんですか？あのうちの施設長が、はいはいはい、あの決めてる、あの声をかけさせていただいて、そこの方がこう、うちには一回も声をかけた、あのよく言っといてください。冗談で、はい、あのそこの方がこう、うん、皆さんこう、ね、うん、集めていただいてという感じで、うんうん、あ、そうなんですね、はい、はい、まあ、当然ね、毎月きっと皆さん楽しみに、ね、されてらっしゃる方もいるし、はい、まあ、地元の方もね、うん、毎月やってるとなるともう認知されるでしょうから、うん、やっぱり同じお顔の人もきっとまた来たよみたいな人もきっといるでしょうね、うん、いますかね。ちょっとごめんなさい、私そのイベント、うん、いつもお休みなんです。あ、そういう時はね、いるって言っとけば、あ、います。うん、でしょ、うん、すいません、生なもんで、ね、そう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 、いるって言っとけばいいんです。ちょっとこれよかったらもう一口ちょっと飲んだ方が調子が、なんかいただきます。これな、橋本さんが配信来てますよって言ったのさ、ありがとうございます、うん、まあグダグダで、うん、あの毎日、まあ、これ今日マスター何、この赤いのレッドアイです、はい、レッドアイ、レッドアイです。何が入ってるの？トマトジュースとビール。ビール、はい、トマトジュースとビールが、はい、ビールなんですか？ビールカクテル、ビールのカクテル、へえ、かっこよく初めて、ビアカクテルですよね、うん、いつも飲まれるのこれ？うん、たまに飲みます。あ、そうなんですか、はい、もうここは何度か来たことあるんですか？ここ、ね、うん、そうですね。あ、常連なの？はい、全然知らんかった、俺一度も会ったことないよ。ね、すごく迷ってあの、うん、到着しましたけど。常連なのに、ね、常連なのに迷うんだ。ヤミさんが、田中さん、はい、ありがとうございます、うんうん、あと、ホールさんが先日のイベントお疲れ様でした。あ、お疲れ様です、うん、ありがとうございます。もうみんな知ってんだよね、もう。ありがとうございます。もう全世界に発信してるから。困りましたね、うん、全然困らない、はい、あ、いつもじゃあ星名さんと、はい、まあね、パンダさんと、パンダと、うん、あの交代田中さんと。そうですね、あ、何がですか？生中継。まだこれしか飲んでないから、これ。これね、2杯目なんですよ。いつの間にかも2杯目もう回ってるのね。回っちゃって。回っちゃったゲスト。まだ大丈夫ですね、2杯と覚えてるんですね。家でちょっと飲んできてます。あ、そうです。呼び水入ってるんだ。はい、大好きなのね、結構ね、はい、飲むのはね。あ、まあいいじゃないですか、楽しそうで。はい、ね。そうか、はい、星名さんとちょっと交代交代で、そうですね、いつもだいたい6時頃
6時ごろ。ごろ、いつもやるんですよね。はい、やります。一応50分ぐらいでしたかね、予定はね。5時50分の予定で。そうですね、予定でやってますけど、うん。だんだん時間はね、ちょっと長くなってるみたいで、うん、楽しみじゃないですか。はい、うん、あのやっぱりああいう施設ですからね、やっぱり、まあ、あの見る人によってはちょっと暗いイメージっていうのもあるかもしれないけど、ああいう番組をやることによって、あ、楽しいとこなんだなみたいなね、こうイメージをこうガラッとこう変えてもらう。で俺もあって予約したくなってくるもん。あ、そうですか。あそこ楽しそうだなと思ってね。まだ何十年も先ですね。まあ、まだ50年ぐらい先ですからね。死ぬわそれ。やっぱりね、そういう、こうイメージがね、明るくなってくる。あれすごくいいわ。いいですかね。うん、あの他のね、あの入所者さん、もうあれやってるの知ってるの。デイサービスの方では時々あの自分の携帯を持ってってこう、うん、こんなんやってるんだよなんていうふうにはお見せしたりは、はいはい、ちょっとフェイスブックって問題ありますよね。あ、まあ年配の方はねちょっと難しい。だから YouTube 側へもしあとね上げ直しておけば、ね、YouTube の方だって見てもらえるかな。そうですね、そういうことだよね。あのなるほどね。うちのこうデイサービスにあるテレビがほとんどテレビつけないんですけど、うん、YouTube は見れるんです、うん、見れるの。そうなんです。少々これ YouTube いいテレビじゃないですか。上げ方が分からなくてパンダにそれはまあこちらのプロがいますから。そうですね、ちょっとお聞きして、うん、そうすればあの入所者さんにも見せることができるじゃないですか。そうですね、まあ、それ一つの楽しみでね、あ、映っとる映っとるみたいな感じでね、いいですね、はい、楽しめればね。うんうん、今から本番ですね。はい、イベント抜きで、うん、そうですね、これからがこう見せ場ですね、うんうんうん、ちょっとこうデイサービスとは何ぞやみたいな、まあ、そこら辺もね話して、ね、してもらうっていうのもいいし、はい、入所者の、ね、おじいちゃんおばあちゃんも、うんうんうん、え、わしも出たいなって言い出すかもしれない。いいですね。いいでしょ。こういうおじさんみたいなのを、ね、出してやってください。こういうおじさんって練習で入ってきます。ちょっと一回入ってきます。で、一緒にね、一緒に行きましょうか。そうそうそう。でもいいですね。スタイルにボケててどうしようもねえみたいな。なんだそれ。意味わかんねえけど。今日は事務長さんは何か言うことあるかな。あ、多分そうですね、うん、あると思います。ある？はい。まあ、あ、事務長さん。まだ今立て込み中ですみたいな。ちょっとじゃあ、なんか、はい、お礼を。あ、はい、はい、あ、いい、そこに行ってください。あ、何ですか。俺がどういうことですか。またあのサボるときに理由を作るというね。あのどんどん。あ、ありがとうございます。調子入れてください。真ん中に。あ、いいですよ、大丈夫です。いいですか、はい。いいですか、パンダ君、映ってますね。だいぶ回ってます。全然回ってないです。水野さん、お疲れ様です。お疲れ様です。はい。あ、見えますか。はい、はい、はい、ありがとうございます。字が小さいのでね、あまり、はい、アップになっちゃいますけど、はい、はい、日曜日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。本当にいい天気になってですね、うん、紬のイベント大成功ということで、うんうん、実際、来られた人数っていうのは本当、まあ、確かな数字は出てはないんですけど、どうですかね、マスター。はい、1億6000万人ぐらいは見てるかな。見てるなるほど。来ていただいたのがそうですね、おそらく850ぐらいだと思います。ですね、はい、抽選券のあれとかを、はい、加味すると、まあ、850以上は。そうですね、はい、うんうんうん、本当に暑い中ですね、雨を心配してたんですけど、逆に暑くなってしまって、うん、そんな暑い中来ていただいたことにですね、はい、すごく感謝しております。また出店者の皆さんとかお手伝いしていただいた方にはですね、すごくすごく感謝しておりまして、うん、こんなに素晴らしいイベントになるとは思っておりませんでしたので、うん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 、本当に皆さん来ていただいた皆さんも出店者の方も本当にありがとうございました。ありがとうございました。また今後もよろしくお願いします。はい、大成功、大成功、はい、大成功、はい、水野さんがイベントお疲れ様でした。ありがとうございます。田中美希さんが、はい、ダメだ、見たいよ、起きてられない、寝落ちします、頑張ってください。東京の人、東京の人パフォーマンスをね、うん、今年初めて、初めてなんですか。
はい、あの、うん、入れたんですよ、うん、で去年まではもうずっとそのキッチンカーと中のブースだけだったんですけど、今年は外に一つこうパフォーマンスを入れたいなっていう話があって、その話をオアシス水野くんの方にお話しさせていただいたら、じゃあパフォーマー集めてくれるよという話があって、で浜松のアイドル第一期生とかね、新しい方、あの本当に僕らが普段携われない方とかもね、あの来ていただいて、そうですね、すごく体触りました、怖くて触れなかったですトンポ巻きに田代圭さんね、はい、本当にね、あのパフォーマーの方、あの田代圭さんにもしてもそうですし、あの大橋水野君にしてもそうですけど、あの裸足なんですね。あ、そうですね、うん、裸足のパフォーマンスなので、焼けるアスファルトの上を裸足でずっとやっていただいたので、もう本当にね、あの力を、ね、入れていただいた、あの努力していただいた結果が、もうこんだけ皆さんに見ていただいているということになりましたので、本当にね、あの感謝しております、うん、やっぱりあの今年はあの Facebook の力ですね、大きかったですよ、うんうん、そうですね、あの豊橋ラブさんも、はい、豊橋ラブさんもそうですし、ムロカフェさんもそうですし、本当にあのいろんなところでね、あの CM を出させていただいたことで反響がもう連チャンでしたね、大きかったです。でもあの僕より皆さんの方がね、僕は本当にこういうところでね、あの涼しい環境の中でいろいろ喋らせていただくだけだったので全然大丈夫だったんですけど、本当に皆さんがねご協力していただいたおかげで、つむぎも第3回目の3周年ですね、うん、あの成功ということになりましたので、これからもどん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 ですね、他ではないデイサービスを目指して、あの笑いあふれる楽しい、あの豊橋を代表するようなデイサービスになればいいかなと、うん、でこれが豊橋だけではなくてですね、うん、あの大きいですけど、まあ、世界にね、うん、こういう介護もあるんだよと、うん、こういうケアの仕方があるんだよということをですね、どん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 知っていただけたらなと思っておりますので、どんどん精進させていただきたいと思いますので、はいはい、これそのためにやってるんですね、ネット番組ね、もちろんそうです、あのパクリではありますけど、いや、テンパクってない、大丈夫です、ムロカフェでナイトに出させていただいて、ネット配信をしませんかで、まあ、名前を決めようかなんて言いながらも、紬でナイトになってしまってですね、うんうん、そう、あの毎日、はい、あの最初はやり方も分からずにですねコツコツやらせていただいてたわけですけど、最近だともうだんだんなんかちょっとずつ慣れてきたんですが、ただ返事をいただいた方にうまくどう返事を返していいのかとか、リアルタイムにこう見て今実際やってないものですから、その辺をもうちょっと工夫してですね、ご連絡いただいた方だとか、一言コメントいただいた方に対して、まあ、すぐご返事ができるような体制を今後作っていきたいなと、はい、思っております、はい、その笑いは何ですか、なかなか難しくてですね、初めてのことをチャレンジするっていうことはなかなかこう難しくてですね、まあ、それを進歩って言うんですけどね、はい、はい、進歩、はい、楽しいですよね、そうですね、あの、うん、最初みんなね緊張してたんですよ、そうです、撮るよなんて言ってこうカメラ持ってね、こう皆さんの方に向けるともうなんか逃げたりとかね、普段喋らない敬語を喋ったりとか、いいですね、ウイウイしさというかね、はい、あのシュールな感じがすごく出ててですね、まだ未だにそういう感じが出てるのでね、はい、うん、まあ、そういうのが一つうちのカラーになれば、それはそれでいいのかなと、うんうん、十分なるカラーだと思います、ありがとうございます、またいろいろ教えていただければと、全今日含めてもう1回前から3曲固定されましたね、ん、固定されてましたね、カメラが、あ、あのですねいつもこうね、なんかブレブレでこう、そうなんですよ、うん、ありがとうございます、あれ、あ、進歩したなと思って実はですね、あれ三脚じゃないんですよ、三脚じゃない、三脚じゃなくて、うん、とりあえずカメラを固定しないと、うん、見ていただく方がこうずれてしまうので、うん、見にくいかなと思ってですね、うんうんうん、お花を刺すオアシス、うん、緑のどっから来たよ名前がそうなんですよ、緑じゃなくて緑なんですね、そう、み、あの僕もパプリカみたいなオアシス水野じゃなくて緑のオアシスそうですね、あの、うん、ね、マイナーヘイポンるそう、そうなんですよ、あのそれにですね、あの携帯を幅、うん、
こうへこまして、こうなんかこう上をこう、うん、このままピッてやってギュッてやってで固定してですね、はい、それで撮らせていただいてます。とりあえず画面落ち着いていいなって落ち着いてます、うん、高さも昨日より今日のが良かったですね。良かったですね、うん、ありがとうございます、はい、ただ音声が遠すぎてですね、前回遠すぎましたね今日はまだ聞こえてましたね。今日はまだ、ありがとうございます。良かったです。もう嬉しいです、本当にあのいろいろ言っていただけると、はい、であともうちょっと明るくすればね、明るくすればせっかくの笑顔がねちょっと黒くて申し訳ないかなって、はい、黒かったですね。ちょっと暗いのはね、照明の加減だけど、なるほど、ライト、ライトとマイク、ここもね、あの本番前になるとあのマスターが明るさを明るくするんですよ。あ、そうなんですね。それでちょっと一段明るいんですね、ここ。本当はもうちょっとこうムードを作ったり暗くしてあるんですけど、なるほど、ここはあの放送時間だけわざと照明上げてくれるんですか。で照明の位置を考えていただければね、多分もう少し照明の位置、はい、明日に期待ですね、はい、将棋盤はしっかり見てますのでね。ありがとうございます。ご指摘いただけると、なんかいろいろこだわってて、うん、後半で終わろうかとかそうなんですよ、もう最初の言葉と、もうそれ以上が面白くて後半、普通にどうしようか、今日も何で終わろうかっていう話をですね、いつ決まるか楽しみですよ。あとでしない方がいいかなとか思ってもっと笑いを取った方がいいのかとか、ちゃんと笑いなんか意識しなくていいですかね、難しくなりますから。そう、なんかね、だんだんハードルを自分で上げてってもいけないしなって、まあ、決まったことをね、うん、それを継続してやればいいかなと。今日良かったですかね、いろいろこう。あ、本当ですか、ね、デイサービスの良かったです、うん、ちょっとずつ今まではイベントをね、メインでやらせていただいてて、うん、でじゃあ紬って本当は何やってるのかって、うん、イベントに来ていただいた方はなんとなく分かってもらえると思うんですけど、うん、それ以外で見てる方って紬、うん、コーポレーションしかまずね、出てなくて、紬、うんうん、さんって言われてる中で、うんうん、うちデイサービスやってるんですっていうのが、うんうん、なかなかね、言えてなかったので、うん、今日デイサービスのことをちょっとお話しさせていただいて、問い合わせも来てましたしね。そうですね、はい、ありがとうございます。まだお返事返してないんですけど、返してないというか、う、ね、返せれてない、返し方がわからないというか、すいません、本当に返しますので、必ず、はい、はい、はい、です、はい、ですでもで、タイトルコールをする前に、はい、さあのネットでおっしゃってたことをつければいいですよね、紬、うんうん、を言う前に、うんうん、どう、例えばどう、今日放送で言われてたのは何だったかな、老眼でね、よく自分の書いてもよく見えないみたいな今日言ってたんですけどね、うん、今日はね、デイサービスの話と、そうですね、デイサービスと地域交流でしたっけ。あ、そうです、そうです、はい、地域交流型デイサービス紬っていうのが、はいはい、タイトルコールにすればいいんです。なるほど、うん、地域交流型デイサービス紬です、ナイトで、紬でナイトでいいですね。なるほど、なるほど、はい、うん、それをタイトルコールにして、そこからでスタートかけると、うんうん、なるほど、なるほど、それが、まあ、名前、次の行が、うん、あ、会社ですからね、はい、ちょっと住所もある、はい、あ、うん、住所、うん、場所、場所、うん、あの場所はどこでしょうね、撮影してるところは。なるほど、それも言うと言って、うん、それを言って住所ちょっと入れなきゃいけません、入れなきゃいけません。なるほど、番地はやらないから、住所まで豊橋市井牟礼町まででいいですかね、うん、その後ろないですよね、それ後ろないです、番地になっちゃうんで、うん、と入れればいいですね。なるほど、それをもう決まり文句にしとけば、はあ、これでも20秒もありますね。あ、なるほど、じゃあそこをタイトルコールにして、そこから鏡になるように回数を言えばいいですね、うん、回数、今日何回目ですと、なるほど、何回目の配信っていうのを、紬さんサボったらすぐ分かるみたいな、あ、なるほど一番怖いのは日付言うことですね、あ、サボったのがすぐ分かるみたいなサボったって言うけどね、忙しくできなかったっていうね、あのね、もうね、時間を決めたいなと思ってるんです。そうだね、私も気圧と終わってる時ありますよ、うん、固定の時間をね、ちゃんとやりたいなと思ってて、 ですから、必ず言ってほしいのは、紬スタッフコーポレーションの方だかな、あそこに、登録、うん、いいね、登録してくださいって、あ、はい、そうすると通知しますか、ポーンと、なるほど、あ、うん、配信してるよ、それでも遅れてるんですけどね、私ねすいません、今日も生で見てるつもりが録画なとったね時間もまで見ましたけどねありがとうございます、もう本当に、水野さんが紬でないといつも見てますよ、 ありがとうございます、生で見るのが難しい番組ですよね
逆にレアレアな通信いつか僕も乱入します、ね、ちょっと出てください本当に、ただでさえ自分の店のやつも出ないのに出るわけないじゃんだからいいじゃないですか逆に出てこっちは出てもらってそうか、うん、ここは場所しかしてないけど声してんだとか、ね、声してそうですね天の声ってなってるあ天の声、ね、こっちは神ですけどねでも あれですよあのつむぎさんのイベントにあの室カフェでないといつも見てますっていう人が、言ってましたよねマスターですよねって言われてたんですよねうん、うん、もう写真まで撮られちゃうあ、すごい有名人ですね写真 OK なんですね写真、動かなければいいですあの動かなくていいですか真ん中に座ってくださいじゃ写真のようにそうなんですね、うんまあ、ハードルがね、そちらの方があの週5回ですから、はい、かなり高めですもんねあそう、週5回なんですか週 6?え土日休みじゃないですか土曜日やってるのは収録ですね収録ですか、うん、もう一個ハードル分かりましたねはい、うん、大変ですねでうちもう一個ね老人ホームの方は、まあ、年中無休なので、うん、やろうと思えば、うん、あそうです、ね、週7、うん、誰がやるんですか出勤者聞きましたよ休みが多いって無責任なこと言っちゃダメですねそうですね。わかりました。僕がやらないから関係ないみたいな。週7にしようって。毎日だみたいな。星名さんと田中で、ね、ちょっと泣きながら。ね、交互でね、はい、やっていただいて、うん。発信者は僕ですけど、あとやってもらうのは他の人にちょっといろいろ投げてる部分もあるので、うん。できるだけやりますよ。やりますけど。いや、そんな追い詰めたことは言ってませんけど。いや毎日行ってたら隣で多分驚いたような顔してるからと思います、この間はね本当にねいつ次の日ですよイベントの次の日は、うん、もうイベントでちょっと多分皆さん疲れすぎちゃって、うん、紡ぎでないとやるっていうのすらもう覚えてなくてな帰ってしまって片付けとかね僕が最後あ思い出して写真をそうだ撮ってこれをフェイスブックにあげようと、うんうん、一人で撮ってもなっていうのでちょっとあの時だけはすいませんあの休んでしまいました、はい、まだいいんじゃないですか今後はねイベントのない、うんはい、落ち着いて、うん、3周年記念で番組始めて、はいはいうん、これからがね、うん、そうです楽しみですね。楽しみです。1ヶ月に1回。思ってます。ワクワクしてます。本当に胸回りじゃないですか。プレッシャーでこうギュウギュウとか大丈夫ですか。あんまりプレッシャーないんですよね。それはいいですね。もう私も毎週木曜日プレッシャーですもん。見てください。担当端で座って話し込んでるしね、まあ。すぐ番組投げちゃうもんで。もう一人はあのメインの人が欲しいぐらいですよ。ね、もうご自身のねお話されてるんでしょうけど本番中にやりますかね普通で、あの、はい、またですね、はい、今度あこれですねあの、はい、さっきね、あの桜井さんの方からもお話いただきました、はい、8月の8月のこれが第3日曜日はい、あ第4日曜日ですね第4ですか、はい、8月の26日日曜日9時から17時、5時までですね、はい、つむぎだよ全員集合夏祭りって、うんうんタイトルで、ビスケットさんの方でこれもキッチンカーも、うん店内ブースも、うん、あとクミさんの方の歌もありますのではい、はいはいはい、ありがとうございますはいチラシってこれしかないんですか今この間フェイスブックの方では出てたカラーで出てますねカラーで上がってたんですけどこれを置いてたんですか もらえたのでクミさんしっかりしてくださいよ、うんチラシ置いときましたってこれですか本当にもお願いしますよカラーじゃないの誰と思ったんですけどコピーじゃないですかちょっとね、まあ、ここにね1分の1なんて本当ですねこれでアピールしてもらうのがなんか申し訳ないですねはいありがとうございます、はい、またお持ちしますクミさんねはいクミさんがまたできましたのでまたお持ちしますあ、はいお願いしますよろしくお願いしますお待ちしてますあの室カフェにもぜひ置いてください室カフェにも置いてくださいってことですので、はい、ぜひPR してね、はいまあ、1000人とは言わないでしょうけど
負けないぐらいね。そうですね。今度はね、時間もね、9時から17時とちょっと長いので、そうですね。はい。で、この時間やってるということは、もうちょっとこう集客がつながるかなと。前回も2時間引っ張れば超えたかもしれませんね。そうですね。2時頃だったかな。はい。一回ちょっともう終わりだもんで、一回ちょっと引いたのかなと思ったら、ちょっと10分が過ぎたらまた盛り返してきて、はい、ね、みんなギリギリかやとか思いすごいなと思って。そうですね。実際あの時間も関係あるのかなと思って、まあうち早いんですよ、3時もう10時過ぎていったらみんな帰ってましたもんねあれとか思ったんですけど、どんだけ集客したんだろうと思ってで、お邪魔したらまだいっぱいいたし、はい、ちょっとあれですね。今度の8月26日はですね、時間が本当に長いので、はい、もう少し集客がね、あるかなと、うん、まあこれはね、うん、まあ、夏休みに入ってるので、そうですね、というか、まあ、宿題の追い込みがちょっと入ってるので、親御さんが動いてくれるかどうかちょっと心配ですけどみんな早く宿題終わらせていただいて、うん、とりあえずカレンダーにね、26日を26日、チェックを入れていただいて、はい、楽しみで、はいはいはい、あのまたイベントやります。もう最悪パンダさんにお願いしてね。わかりました、はい、神なので、ね、神なのであの、はい、必ず晴れますし、うん、あの豊橋のパワースポット、うん、紬ですしね、うん、はい、あの全世界に発信してますので、はい、必ず大成功すると思います、はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます大丈夫ですか。はい、大丈夫です、はい、デイサービスっていうのはあれですか、毎日やることは違う、なんか習字のことをちょっと今日お話しされてましたけど、日によってです。日によって今日は習字の日とか曜日で、曜日っていうかもう1ヶ月ので決めちゃってます、はい、前もっても決まってる、はい、もう本当はできたら1日ずつバラバラがいいんですよ、うんうんうん、だけどやっぱりそれも難しいので、うん、曜日を固定してフラワーアレンジメントを、この月はこの日とこの日とか、うんうん、2回に分けてやったりとか、うん、そういうのぜひあの番組で、はい、はい、そうですね、紹介できるような多分番組見てる方は行きなさいっていうのが、はい、若い方だと思うので、うんうんうん、紹介するね。そうですね、多分本人は Facebook 見てないと思うのでちょっと早めに、はい、早めに久美さんのコメントで紬、はい、の歌が明日できるのってあるんですけど、そう、実は雨で聞くなそんなの実は紬唱歌っていうのがあってですね、はい、紬のスタッフさんが考えて歌詞を考えていただいて、うん、それに、ま、星名さんがですね、うん、楽曲を、はい、ま、あの、うん、Facebook、うん、あの、なんか曲を、作曲、うん、作ってくれたんですよね、うんうん、それにあの穏やかな感じでこうやってたんですけど、うん、まあ、実は久美さんの方が、うん、あのアレンジしていただいて、はい、曲を作っていただけるということになったので、その曲が、それが新曲かな大丈夫ですかね。そう、そういうことか、わからないです。昇華って言ってますけど大丈夫ですかね。そうですね、うん、まあ、後ろでまた風流院先生とか弾いていただけたりとか、すごいことに、ね、なんかちょっとあれですね、うん、謎めいてますけど楽しみにしていきましょうかね。めちゃくちゃ素敵にできましたよ。嬉しいです。もうできてるんですね。もうできてる。あ、すごい楽しみですね。今から歌いに来てもらう、うん、ちょっと難しいあの彼女は木曜日忙しいんですよ。あ、そうだよね、うん、夜ね、夜彦坂さんがいるもんで、そんなことないはい、はい、本当にありがとうございました。じゃあ番組を楽しみに。わかりました、頑張って。どうしてもの時は呼んでください。あの綺麗なお姉さん大好きですね。すぐ呼びますので、あの二人座っていただけますので、はい、わかりました。あの田中と星野の配慮大丈夫ですかね。で真ん中で彦さんの配慮、はい、スケジュールも押さえていてください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。すぐにまだまだ来ていただきました。ありがとうございます。遅くまですみません。ありがとうございます。割り用しないんですよ。はい、大丈夫です。あの全然酔っ払ってないんで、はい、はい、ありがとうございます。はい、すいません、はい、パンダ忘れとる気がするけど、まあいいや、ここ行って、うん、はい、まあそんなわけでね、あの実はまあこの
携帯でね、放送してる都合上ね、この3人しかスペースがないもんですから、私がまあちょっと抜けさせていただいてあれしたんですけども。本当ですか？うん、そういうこと。いや、この窓からさ、顔出そうかなと思ったんだけど、驚くといけないと思ってやめたんだ。反射してましたよ。そうか、うん、そんな具合でね、つむぎさんもね、先だって私お世話になりまして、一日まあ使わせていただいて、まあいくつかね、写真も撮らせていただいて、うん、大変ですよね、うん、データにもまたさせてもらいます。あれはどこで見るようになるんですか？え、写真は、写真はね、来年のね、来年の来年もしくは、まあ、つむぎさんのね、うん、いろんなチラシをまず作るときに、まあ、一応こちらのね、うん、マスターの方に一応収めさせてもらいますので、うんうんうん、それからまた配信されると思います。まあ、それは楽しみにしておいてください。なるほど。それでね、まあ、ちょっと今日だいぶ長いね、1時間過ぎてる。ゲスト2組ですからね。うん、そうだね。まあまあ、それは全然いいんだけど、俺の登場時間ほとんどないみたいな。本田さん、時間15分オーバーしてますよ。本田さん、見回りの時間だよ。僕の奥さんが、うん、迎えに行った。もう団子食べに行く準備だよね。じゃあ今から団子の生中継ですか？そうですね、団子生中継。団子の生中継は明日以降。明日以降ですか？ちゃんとあの連絡くださいね。生中継で証拠で撮っときますので。そういうことね。うん、まあ、そんなわけでね、室カフェでないと、もうこれ何回になる？今日実に10回目なんですよ。10回もやってんの？そう、秋もせずね。秋もせず、まだ夏ですけどね。もう終わりますよ。そうですね、ゲストがいないと持たない番組やってちょっと危ないですね。いや、どっかの喋ることはいくらでもあるから。偉そうなこと言って、こっちが先にネタを中1で寝たいなことだけならいくらでも話はあるんだけども、うん、ね、これ別番組の話もちょっとしてもいいかな。どうしようかな。どうしようかなって。本田さん率いるね、別番組、カメラ番組、こちらの方もね、今月やりますんで、またあとちょっと打ち合わせしますけど。あ、そうですか。うん、それから、っていただいて、私の方の番組はもう一個、またね、うん、新たに行きますんで。新たじゃねえや、一回ちょっとね、忙しかったから止まってたんだけど、そちらも再開しますんで、うん、再開ですか、うん、またそちらの方もちょっと見ていただくということでね。で、明日あそこ行くんですよ。どこですか？ね、言わん方がいいかな。ヒントもらってない、全然わかんないですけど。じゃあ明日ね、浴衣撮影があって。あ、そう、え、明日でしたっけ？あ、明日もあるし、来週の、衣装屋さんね、ちょっと連絡があって。あ、そっかそっか、うん、あ、衣装屋さんじゃないや、あ、衣装屋さんか、着付けやる人がね、ちょっと撮ってほしいって、うん、でそれも行くんですけど、明日ね、いいですね。じゃあ明日ね、上州がいなかったもんだから、うんうん、もうあっちこっち頼んでね、うん、あれしたらもうみんな明日仕事だから行けねえよ。金曜ですからね。そう、うん、そしたらね、まあ、ある方が、うん、言えないけど、うん、ある方が仕事サボってちょっと来てくれることになってよかった。言えないような人呼ぶんだよね。危ない番組、危ない企画ですね、それは。そう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 。今ここまで出そうで、あ、言っちゃいけない、言っちゃいけないって。サボって言ってるのバレちゃうんですか。そうそうそう。まあ、会社に何て言ってんだか知らない。写真には写らないから大丈夫だと思うけど、ちょっとね。でも、フェイスブック載ってますよ、誰とやると一緒ですみたいな。あ、そうか。タグがついちゃうかな。タグがちゃんと消さないでいかんそうですね。フェイスブック勝手に上げるからね。しかも性格じゃないし。本人上げてるかもしれない。本人はしょうがない。これ自業自得だよね。うん。多分これ見てると思うんだけど。ヒント与えてどうするんですか。黙ってなきゃダメだんだんバレてきちゃう。そういうこと言うもんでダメですよ。本人が返事したらどうするんですか。あ、そうか。行きますとかって入っちゃったらね。はいとか言ったらもうどうしようもないですか。明日それであとメッセージ入って、明日ちょっと見学に行きたいっていう人もね、実は一人いて。何の言語ですか。だからその撮影最中の、多分カメラちょっとやってる人なんですけど、だから、いや先生はやらないけど、ただ撮影してるとこ見る分には私別に隠すもの何もないから、うん、どんどん見ていただいて、あ、こういうふうにやってんだみたいなところは全然見ていただいて結構なんですから、うんうんうん、まあそんな具合でね、明日はちょっと、明日天気いいのかな。あ、そうだ、晴れるとこだから大丈夫でしょ。多分大丈夫でしょ、うん、だけどあんまりね、あれだともう暑くてね、クーラーの効いたとこじゃないから外ですね。外っていうか、一応屋根がある場所なんですけど、まあそこでちょっとね、撮影させてもらおうかな。明日はじゃあ、あれかもしれないね、うん、最高気温になるかもしれないね。明日最高気温になるの？この辺になりそうですよ。高気圧が2つ来るみたいですから。あ、本当？はい、だから雨どころかもないし、じゃあクーラー背負っていかなきゃ。それこそ重荷になって暑いですよ。余計暑くなっちゃったりして。水分持っていく。水分は。そう。
まあそんなわけでね、私もちょっとこの暑い中でももうとにかくね、あちこち動き回っておりますんで。カメラマンね、大変ですからね。うん、いや、楽しい、楽しい。バテないように、うん、バテるのは、ね、のぼせないようにですかね、まあ、大丈夫、あのタコクラの、あのなんちゅうの、かき氷食えば今日食べてましたね、行ってきた、行ってきた。なんでイチゴなんだろうと思いながら、イチゴとね、レモンと、うん、あと何があったっけ、3種類、4種類、ブルーベリーですね、ブルーベリーか、うん、あとマンゴー、なんでしてんの、行きましたよ、だから。あ、そうか、もう行ったんだ。私の先行ってますよ。あ、そうか、そう、なんかフェイスブックで教えてあげたじゃないですか、番組で。そうそうそう、そう、もう何も聞いてない、本当に。じゃあ、聞いてないじゃなくて、覚えてない。ほいで、そうそう、鈴木さん、今早そうですね。うん。そうそう。ボケても大丈夫ですか？大丈夫です。あ、よかった、よかったね。あのね、ボケ、ね、年齢に関係なく、いけそうですよね。あ、年齢制限ないの？大丈夫です。大丈夫なの？予約済みになってるから大丈夫。あ、そうなの、はい、要介護いくつぐらいまでいけるの？いくつでも大丈夫です。いくつでも大丈夫？大丈夫です。要介護って1から5まで、はい、5まで、はい、1から5まで全部いらっしゃい、はい、あ、そうなんですか。よかったですね。あ、もう予約はしてありますから。いや、よかったねって言われて、それちょっと分かんないけど、まあ、ボケてますから分かんないですね。いや、ボケてない、ボケてない、うん、だからね、高倉のかき氷、よかったね。よかったでしょう。ちょっと寒くなるでしょう。いや、あのね、ボリュームがすごかったんだけど、うん、一瞬、って思ったんだけど、あのね、ふわふわなんだ、氷が。だからね、口の中すっとるとすっとこう溶けてなくなる感じ、うん、で、もう一つはさ、よくあるじゃん、かき氷こうたくさんあっても、うん、こう上の方だけしかちょっとかかってない蜜が、うんうん、色つきぐらいね、タコクラの違う、うん、違う、もう中までびっしり蜜が入ってて、あ、全部まんべんなく、まんべんなく、何段抜きしてるんでしょうかね、うん、見てた、他の人の作るやつをね、見てたら、うん、もうちょこっとかき氷入れてすぐまた蜜、うん、またかき氷かけてすぐまた蜜、3段か4段ぐらいやってました。ギュギュですね。だからもうしっかりも蜜が入っててね、おお、美味しかったわ。それ380円、うん、たこ焼き料理安いですよね。たこ焼き料理安い。あれだけ食べに来られちゃったらどうすんだろうと。500円ぐらい取れるんじゃないかと思ったんですけど、そうそうそう、うん、で、僕はね、今日行った時にあるね、うん、ボーリングのプロもいましたよ。ここで名前言っていいか悪いか分かんないですけど、うん、まあ、まあいいさ、やめてください。まあ、番組はこれですから嫌かもしれませんね。いやって何ですよね。ボーニングのプロもいましたし、うんうん、でね、僕はちょうど帰る頃も女子高生がね、ワンサーが帰れなくなりますね、じゃ。いや、もうちょっとおろうかなと思ったけど、まあ、でもね、あんまり長いことは、ね、とても邪魔になるから、うんうん、結構ね、もうあのかき氷はでも夏あれ大ヒットですわ。絶対間違いない。値段的にね、ものすごくお得だ。いや、値段ものすごくお得だったんですね、うんうん、まあ、そんなわけでね、皆さんもね、これ今からがもう夏のピークになりますからね、うん、もう外のお仕事の方も脱水症やらなんやら気をつけながら水分ちゃんと取って、うん、ね、もう外を出てね、長いこと外の作業される方、帽子もちょっとかぶってね、うんうん、いつもかぶってますよね、外行くとき。冬でもかぶってますよね。そうそうそう、桜井さん、ビデオカメラ変装ですか、まあ、一つの変な装じゃないですよ。あれはあのビデオを撮るときに太陽光を遮るために使ってられて、の習慣ですね。あ、そういうことね。まあ、今はただ単純に暑いだけですけどね。あ、そういうことか。うん、だからね、もう今から本当に暑いからね、明日は本当にもうじゃあ40度近くいっちゃうかな。そうですね。モデルさんがいいともっと上がるかもしれないね。あ、モデルさんがいるともう一人ヒートアップしようとね。一人ね。まあ、なんかもう変態みたいじゃないですか。変態や、熱烈って。そういうこと、ね、熱血でしょ。そうそう、熱血ですわ。もうすぐ変な方に行っちゃうね。そうそう。もう1時間超えてない、2人の時間を作ってませんね。ああ、ゲストのおかげで30分以上過ぎてます。会話全然しませんでしたね、今日の。もうね、俺眠たくなっちゃったよ、もう。これがこの番組の決まり文句なんですね。ああ、うん、終わりよの合図が眠くなったよっていう。だってさ、初め10時から始めてんだもんで。彦坂さん2分送りましたね。ああ、2分だったっけ。そうそう、そんなことない。おトイレなんか行ってる暇があったら早く出てよ。ああ、そうか。本当にもう、うん、まあ、そんなわけでね、ちょっと今日長くなっちゃって、まあ、いろんな人がね、うん、出てくれて、そうです、ありがたいですね、まあ、なんかこんな番組のお礼をわざわざね、来ていただいて、そうです、そうです、美人と一緒に、はい、いつでもね、また皆さんね、遊びに来られる方は来ていただいて、うん、まあ、イベントなんかある方はね、ここでアピールしてもらってもいいですから、また気軽にね、室カフェさんに寄っていただければいいですからね。そうですね、まあ、朝もね、モーニングから、うん、いや、朝は放送しないよ。
誰もするとは言ってませんけど夜だけかなと思えちゃいけないので、ああそういうこと、ね、昼間も朝もやってますよって、うん、ああやっぱ夜は居酒屋としてね、お店をやってますので、チラシは何でも来ますんで、うんうん、チラシはね、いろいろここはね、あの心広いから同業者さんでも OK ですよ。同業者、同業者さんもいいの？もちろん。チロブランさん置いてもらいましたよ。ああチロブランさんね。だってモーニング200円でやってるとこ置かれたらどうする？あ全然いいですよ。全然いいの？200円でやってる。200円でやってるところ。やる勇気がある。コーヒー200円ったらもう、うん、コンビニぐらいじゃん。いやいや、モーニングは200円だよ。あのただあの、セットで別売りとかありますよね。ああ、セットは ね、あそれはいつどこでもあるんだけど、うんうん、もっと勇気のあるカフェだったら200円でやろう。まあ、勇気でやるもんじゃないですけどね、これね。まあ、そうだけど、ね。300円で心配してるんですけど、ね。いや、俺300円も多分勇気がいると思うね。ねえ、あの、うん、パンとご飯が選べて、そうそうそう。そんな手間のかかることやっていいのとか思いながら。そう、これだからね、まあ、なかなかね、本当に一生懸命ね、やられているもんだから、私もね、応援してあげようかなと思ってね。うん、あの当然もうファンもここね、モロカフェさんの常連さんもね、もう相当ついてるしね。そうや、今、ごめんなさい、今度あの、7月の何日でしたっけ17日火曜日、はい、あの谷山さん先生の室カフェで朝活です。ああ、うん、来週ね、来週ね、うんうんうん、もし2週間に1回、ま、巡ってくるんだよね。そうね、ここは2週間に1回になってますね今ね、うん、あんまり来たことないでしょ。1回来たかな。1回かだってあの、うん、いっぱいなんですよ、うん、あの駐車場がないという、うん、あのね、実はその時だけちょっと早めに来ないとダメだ、うん、そうでしょ、9時半スタートだけど、あとこう縦にこう突っ込んどいてもここへ、うん、まあその仲間ですからちょっと中は入れるんですよ、駐車場はね、みんな一人一台で来るもんで、うん、まあ大変ですよ、しょうがないですからね、うん、まあそこら辺はね、早めにまあちょっと来ていただく。僕、来週の火曜日、多分いないと思います。ない、どこ行くの？え？どこ行くの？岐阜に。ああ、岐阜に、お仕事ね。お仕事。うん、あ、そうか。じゃあしょうがない、ね。だからあの彦坂さんの代わりに、あの俺がカウント入るの？そんななんだそれ言った。よくわかんねえ。モーニングに差し向けてるかもしれない。それは出ない。もう冷蔵庫の全部使っちゃおうか。帰ってきちゃうの。俺何もないぞみたいな。まあそんなことはないでしょうけど、はい、うん、まあそんな具合でね、そろそろまあ今日はね、はい、長い夜になってしまいましたけど、はい、寝苦しい夜にもなるかもしれませんが、はい、皆さん体調を崩さないようにお過ごしください、はい、それでは今日はねこの辺で終わりにさせていただきます、はい、つむぎさんもありがとうございました。ありがとうございました、はい、それじゃあまた、小田さんもありがとうございました。はい、感情浴衣美人の写真1枚で。なんだそれ、それ取引条件かい。ちょっと高額ですね。まああとあのあれだね、明日買わされてちょっと内緒で送っとこうかね、うん、送っちゃうんですか。いや送らない送らない。こんな具合でありがとうございました、はい、それじゃあ皆さんどうも、はい、失礼いたします。バイバイ。顔が送ってみます。バイバイ。